中高生が地元の企業と協力し、地域の資源を活用した新たなサービスを提案するプレゼン大会が静岡市で開かれました。私たちは隠れ待機児童というテーマをもとに3つのイノベーションを考えました。このプレゼン大会は県内の中高生と地元企業が地域の活性化や人材育成を目指す市づくりプロジェクトの一環です。今年は3500人の中高生が850チームに分かれて22社の企業と協力して地域の資源を生かした新たなサービスを考案しました。昨日の大会には企業が選んだ22チームが集まり、審査員が地域への貢献度や革新性などを評価してグランプリと準グランプリの4チームを決定しました。上位4チームは同じようなプロジェクトで選ばれたサービスを競う全国大会に出場するということです。